こんにちは。田辺聖子の「万葉散歩」から「万葉百首」の三十四首目三十五首目と二首続けてお送りします「秋の田の炎に嫌う朝霞、すみ」「五平の方に我が恋やまん」 秋の田の、炎に嫌う、朝霞。いつへの方に、我が恋山。岩の姫の大きさ、巻二の八十八。これはすでに紹介した。ありつつも、君をばまたん、ちなびく、我が黒髪に、 霜の奥までに。ありつつも、君をばまたん、打ちなびく。我が黒髪に霜の奥までに。を含め、四種連作として集載されているものの最後の歌である。四種の中では最も美しいと私は愛している歌である。 近代の自我が込められていて、ありつつも、よりも感覚は新しい。秋の田の穂の上に霧が立ち込めている。我が胸の思いもさながらに。いつになったら霧の晴れるように我が胸の思いも晴れることか。 岩の姫の大きさきの時代にこういう興奮の歌はなかったと思われるのでこれも伝承歌であろう長い時代の歳月に現れて海辺の小石が丸くなるように美しく美しく磨かれていった歌この「岩の姫の伝承歌」は気象転結の手法で配置されているらしく。 その構成に一まろが手を染めたのではないかという説もある「三十五目君松と我が恋おれば我が宿のすだれ動かし秋の風吹く」「君松と我が恋おれば我が宿の すだれ動かし秋の風吹くぬかたのおおきみこのきみはおウみのすめらみことすなわち天智天皇であることは言葉書きからわかるこのあたりの歌はゃ釈をうしないで 現代人の胸に飛び込んでくれるからうれしいがあの方のいらっしゃるのを今か今かと待ちかねていると家の戸のすだれを動かして秋風が吹いていったその音にもハッと心騒いで「まだ人身の乱も起きていない。 紫の匂える芋を憎くあらばと歌われた頃のぬかたの大きみであってみれば、円やな趣きがあって、王朝の恋のような風詩である。これで万葉百首の三十四首目と三十五首目は終了です。ありがとうございました。